白星学園小学校、中学校、高等学校は、大阪府大阪市中央区玉作り二丁目にある私立、小学校、中学校、高等学校。サレジアンシスターズによるカトリックのミッションスクール。小学校は、教学で、中学校、高等学校は、女子校となっている。大阪製工学院中学校、高等学校とは、設立母体を同じにし、 2016年11月1日に連携協力を締結した。これにより、白星学園小学校男子児童から大阪星工学院へ特別選考による入学制度がある。東京の整備学園、静岡市の静岡猿所は姉妹校である。1953年3月、玉作り協会の移植を受けた扶助者聖母会、教育修道助会により、 白星学園幼稚園と白星学園小学校を創立。敷地は細川忠興邸の跡地の一部であったため、認可前はガラシャ幼稚園という名であった。なお、1963年に竣工した大阪カテドラル聖マリア大聖堂が隣接している。1959年に白星学園中学校、1962年に白星学園高等学校を設立。 創立者聖ヨハネ・ボスコの教えに習い、見学の精神、良心的な人間、良き社会人の育成を基礎としている。また、中高は、女子高で1学年100名弱の少人数指導体制を実施している。本学の教育方針は、聖ヨハネ・ボスコが示した、独自の予防教育法にある。2016年11月1日、設立母体を同じにする。 大阪製工学院中学校、高等学校と連携協力を締結し、大阪製工学院中への特別専攻制度、施設、設備の総合利用、生徒、教職員の交流や学校活動の共催などが行われている。ありがとうございます。